今日のお供のハリーちゃんです。ただいまです。何度目の花か俺たちの花行きかメールを急いで頑張って2件送って11時過ぎぐらいにまでに送って、それからちょっとだけ食べて休憩をしました。こんばんは。花江ちゃんには苦手で成功してほしい。え、本当ですか？頑張ります。ありがとうございます。こんばんは。ハリーちゃん、ハリーちゃんです。え、でも詳しく言うとハリー小さいです。ハリーちゃんです。さっきぶりです。こんばんは。こんばんは。明日返信します。返信たくさん待ってます。いや、こちらこそたくさん配信見てくださってありがとうございます。こんばんは。よし、バリーさんみたいな、そういうことです。で、久しぶりにお絵かきクイズ配信です。返信めちゃめちゃ嬉しいです。たくさん送ってください。ハリーちゃん、お題どうしようかなルビー、そう、私ルビー2回書いたんですよ、あの3期生だけの配信の時に。お題何がいいと思いますか？その何でも OK っていう全世界にあるものとかで書いちゃうとちょっと範囲が広すぎるので、食べ物とか動物とかそういうジャンルを決めたいんですけど。こんばんは。そう、ルビー2回私書いて、どっちもダイヤモンドだと思われて、どっちもどら焼きを書かれるというある意味奇跡でしたね。動物、最近返信できてない、ごめんね。全然忙しいと思うから、全然時間がある時で大丈夫です。乗り物はこの前やって電車書いたんですけど、それ以外あんまりないので。ちょっとメール届いた、あ、よかった、ありがとうございます。野菜、結構私は難しいお題を選びがちですねよいしょ、野菜にします。1対1問、野菜にします。野菜何がいいかな、ちょっと難しいな。難しい。これは何でしょう？人参じゃないです。こんばんは。たくあん、リアル人参、大根、お、正解です。こちらは大根でございます。大根です。あの人参と違うポイントはですね、ヒゲが結構あるところですかね。ごぼう、これごぼうに見えます？それは私の画力がなさすぎた。大根です。ちょっと人参との違いが難しいですね。大根でございます。干支は難しいな。干支、でも干支ちょっと挑戦しようかな。干支、よし、じゃあ第2問、干支書きます。
やばい、すごい下手だ。え、やばい、ちょっと下手すぎる。あれ待って、どんなあれ、え、やばい、あれちょっと下手すぎるかもしれないんですけど、こちらです。何でしょう、これは干支です。羊、綿飴。羊、あ、羊がたくさん、ありがとうございます。でもちょっと羊難しかったですね。こちらは羊です。羊です。こんばんはに。足が素敵。ちょっと足がちょっと難しかった、謎生物。うん。どうしようかな。第3問何書こうかな。次は、難しい。似顔絵。あ、じゃあまた3期生1人書きます。え、どうしよう、難しい似顔絵。3期生誰描こうかな。誰描こう、3期生。グッズ化できそう。3期生誰描こうかな、難しいな。この前はリリカちゃん描いたので、リリカちゃん以外でいきますね。どうしようかな、ちょっと迷う。でも当ててくださる方がいないと悲しいので、特徴がある子にします。やばい、ちょっと下手かもしれない。やばい、ちょっと下手かもしれない。あ、ハートありがとうございます。ハート、すももちゃん。もうこれはツインテールじゃないと。あんまり髪型で、わ、この子ってなる子って少なくて、私の絵は下手なので、絶対に当ててもらえる子にしようって思ってすもちゃんにしました。
スモちゃんです。これはスモちゃん、スモちゃん大好きだよ。スモちゃんうまいですか？やった。ポイントはやっぱりこのツインテールと大きなお目目ですね。第4問、4問何にしようかな。その絵プレゼントしてください。いや下手すぎていらないって言われそう。でもスモちゃんも私と似てるところが結構あるんですよね。こんばんは。似てます。よかった。初めて見に来ました。あ、ありがとうございます。北花江です。どうしようかな。第4問卵料理。卵料理。じゃあ食べ物にします。食べ物でなんか書きたいものあるかな。食べ物。視聴者プレゼント。こんな下手な絵いる人います？ハートありがとうございます。ハートください。こんな下手な絵でもいいんですか？食べ物どうしよう。食べ物、食べ物、食べ物、食べ物難しい。ちょっと下手すぎるかもしれないな。じゃじゃん、食べ物です。これは何でしょう。すごい、オムライス。これで分かってくださる方がいた。オムライスです。そうです、オムライスです。ありがとうございます。ちょっと分かりやすいようにスプーンをつけておこう。オムライスです。皆さん優しい、分かってくださる、ありがとうございます。1,2,3,4 問書いたから、次5問目何書こうかな。5問目5問目は果物でいきます。どうしよう、待って、難しすぎるかもしれない。やば、下手すぎる。うちどうしよう。分かってくださる方いるかな。果物なんですけど、これは何でしょう。こんばんは。バナナ。優しい、分かってくださる。そうです、バナナです。どんな絵でも分かってくださる皆さんが優しすぎる。バナナです。
から簡単に。本当ですか、やった。え、下手なんですけど、ありがとうございます。しなびたマンゴー。え、なんでマンゴーって3つはそんな、なん3つ一気になんないですよ。うまいって書いてくださる方が結構いる。ありがとうございます。こんな絵なのに。何問やった？ 1,3,4,5 問やった。次第6問だ。第6問は動物にします。じゃあ第6問動物何書こうかな。誰かのシマウマに比べれば、なんかすごいシマウマ書いてる子いましたね。どうしようかな。あ、やばい、下手すぎる。どうしよう。どうしよう。すごい下手かもしれない。やばい、めっちゃ下手だ。これは何でしょう。キリンじゃないです。羊じゃないです。これどう見ればキリンなんだろう。そんなに私の下手かな。ハリネズミ、ハリー、ハリネズミ、ハリー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 、ありがとうございます。ライオンじゃないです。そうです、ハリー、ハリネズミです。ハリネズミです。ちょっと下手すぎた、これはやばい。なんでハリネズミにしたかっていうと、ここにハリーちゃんがいるからですね。この子は珍しく自分で買った子です。あ、かわいいって結構一目惚れをして、お母さんも好きそうな、この外側が白で中が黒い毛並みだなと思って買いました。山嵐とハリモグラと迷った。ハリモグラと山嵐があんまり分かんない、ごめんなさい。正面からの絵は意外だった。どういうことだろう。正面から描かないと思われた。そうですね、お母さんも結構ぬいぐるみ好きですね。どうしようかな、何がこう。どうしよう、お題何がいいと思いますか。ジャンル、ジャンル募集します。ちょっと思いつかないので。動物3期生、果物、食べ物、野菜はやりましたね。でも同じジャンルでもいいんですけど。1期生さんはちょっと、先輩はちょっと無理です。ちょっと無理です。あの、下手すぎて失礼になってしまうので。スポーツ、お花、アイドル、先輩はちょっと下手すぎて。スポーツにしようかな。でもスポーツって結構簡単じゃないですか。電化製品、遊園地、家の何、家具ってことかな。虫はちょっと、マネージャーさんも知らないですよね。こんばんは。アイスの種類を当てるのは難しい気がしますね。社長さん、皆さんご存知なんですか。
スポーツでいきます。スポーツで、でも分かりやすいのは私毎回選ばないので、やばい、ちょっと待って、分かってくださるかな。スポーツです。何でしょうこれは。球技じゃないです。あのボールの特徴で分かっちゃったらつまらないので。スピードスケート、アイススケート、スケート、フィギュアスケート、フィギュアスケート、正解はフィギュアスケートです。あのスケートの種類までは難しかったですね。でもあの私はフィギュアスケートを見るのが好きなので、フィギュアスケートで正解にします。でもスケートでも十分分かってくださってありがとうございます。フィギュアスケートです。よいしょ。激ムズ。トリプルアクセルしたい。トリプルアクセルできるんですか。あ、黄色ありがとうございます。私のサイリウムは黄色と黄色です。ぜひ覚えてください。で、千葉の10月10日のツアーに出られる方とか、出られる方じゃないよ、出ないですよね10月10日の千葉のツアーに来てくださる方とか、劇場公演遊びに見に来てくださる方はよかったら黄色と黄色のサイリウムたくさん振ってください。絶対見つけます。すいません、出る人はいないですよね。そうですよね、ごめんなさい出る人いたらちょっとビビりますね学校にあるもの、あー、ありですね。イナバウはできるわけないです。私見る専門です、フィギュアスケート。あ、黄色いものもありですね。っていうか花絵ファン失礼。黄色黄色ありがとうございます。たくさん仕事中、本当にお仕事お疲れ様です。グッズセットでお披露目会やってなきゃ。あ、グッズセットありがとうございます。そうなんですよ、初めての公演は抽選なんですよね。当たりますように。黄色黄色ありがとうございます。たくさん文房具、あ、文房具難しいな。文房具ドラマの絵を描くんですか。ちょっとそれは難易度が。黄色ありがとうございます。黄色、花江ちゃんアンダーで出演するね。あ、アンダーになってくださって一緒に出演してくださるってことですかねでもなんか皆さんと一緒に踊ったりとかするのはもうあったらちょっと楽しそうですよね。こんばんは。なんかこれ切れてますね。もうちょっとこっちにしないと映ってない気がする。移動させます。すいません。ここかな。あ、映った。こんばんは。公園来て、あ、公園、ぜひ遊びに来てください。当たりますように、当たりますように。当たるかな。そうですね、当たることを願ってます。
身近なもの、赤いもの、キッチン用品、ダンス練習するね。ありがとうございます。おじさんは踊れません。え、でも本当に全然踊れなかった。私でも踊れ、なんとか踊ってるので全然大丈夫だと思います。いい感じ。バランスボールで片足で乗る浜へ。え、難易度が高い。じゃあ黄色いものにしようかな。黄色いものにします。どうしよう。黄色いもの、黄色いもの、黄色いものって何があるんだろう。黄色いもの、でもちょっとこれは簡単なのを選んじゃった。黄色いもの思いつかなかったから。すっごい雑。やばい、ちょっと殴り書きしちゃった。黄色い、じゃじゃん。これは何でしょう。こんばんは。あー、やばい、背中についちゃう。ひまわり、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 レモン。え、これがレモンに見える方がいる。私の画力が低すぎるぞ。うますぎ。本当ですか。ありがとうございます。ひまわり、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 こんばんは。サンフラワー、サンフラワー、ひまわりのことですかね。ひまわり、急ぎ、絶対ネタで書いてますよね。ひまわりです、ありがとうございます。あの黄色は、私黄色と黄色がサイリウムなので、黄色いものを見つけたら、あ、花枝だって思ってください。花枝の色にしたいですね、黄色は。ひまわりです。足の多い亀、亀、亀。どうしようかな、何書こうかな。ちょっとコメントで来てたお題をちょっと遡って考えます。あー、文房具、文房具とか。学校にあるもの、あ、学校にあるものにしようかな。学校にあるもので、学校にあるもの、学校にあるもの、学校にあるものにします。ちょっと難しいの選んじゃった。まあいいや、いつも難しいの選んでるから。難しい。やばい、ちょっと下手すぎる。やばい、ちょっと下手すぎるかも。学校にあるものです。これなんでしょう。ちょっと下手すぎて分かる方いるかな。
うん、すいません、ちょっとでも分かんない方が考えるの楽しいですよね。なんか簡単なひまわりとかじゃなくて。ちょっとすいません、スマホの充電がないので充電をさせてください。よいしょ。マウス、ハサミ、スピーカー、黒板消し掃除するやつ、黒板消しガーガーするやつクリーナー、黒板消しの黒板消し掃除するやつ、こんばんは。黒板消しクリーナー、びっくりした、黒板消しクリーナー、予測で使うやつ、ヒントが欲しいぞ。グラウンドに線引くやつ、放送室にあるやつ、何十、あー、そうですよね。ちょっと、でも正解してる方がたくさんいらっしゃいました。黒板消しクリーナーです。分かってくださってありがとうございます。すいません、ちょっとこれが取れちゃったので、待って、またやばい、また事故るとこだった。ちょっと待って、どうしよう。事故っていろいろ映ったかな、ちょっとごめんなさい。今ちょっと物がごちゃごちゃあるんですけど、事故ってないといいな。ちょっとまた上が映ってないな。ちょっとうん、映った、よし、画角が斜めになっただけ。そうですか、ここにパソコンとか、ちょっと黒板じゃないや、パソコン入れてた袋とかがいろいろあって、すいません、こっちにはメイク道具とかがあってすいません。黒板消しクリーナーでした、さっきのやつ。そうです、リングライトが反射しちゃうんです、こっちのやつは。なかなかの規約や。いや、でも、壁があって、壁にコンセントをつ、あ、見えてなかった。壁があって、コンセントをつないでいて、コンセントの差し込み口があって、ここにスイッチがあって、こうなんか、へこんでて、ここで粉をこう、ガンガンやると、黒板消しの、あれが、なんていうの、黒板消しの、粉が取れるよっていうやつですねちょっと難しかった。黒板消しクリーナーはコンセントで挿してましたね、私の学校は確かそうです、壁ですね。昔と形違いますかね。でも私も黒板消し使ってたのは小学校、中学校ぐらいなので、今19歳なので、もう10年前とか、一番近くても4年前とかなんですよね。恐ろしい年は取りたくない。あ、バラありがとうございます。お花、っていうかこの絵描きクイズをこっちのホワイトボードでやればいいんですけど、ホワイトボードあれ私2つ買ったはずなのに1つしかちょっと見当たらなくて、すいません。うん、地域によって違うのかもしれない。でも黒板消しクリーナーってこの形以外私知らないですね。
キャラクターは難しい。特技にしていいレベル。そんなに、私の下手ですよ、すごい。こんばんは。そうですね、ホワイトボードの学校とかも今ありますよね。そうです、リングライトが光ってます、この丸は。あ、でもそういえば黒板消しクリーナー4年生ぐらいからしか使ってなかった気がします。私 1,2,3 年生の時はあの黒板消しと黒板消しを持ってバン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 バーンってやって、あのベランダに出てバーンってやって粉をこう吹き飛ばすみたいなそういう原始的なやり方をしてました、そういえば。でもなんかいつの間にか黒板消しクリーナーを使ってましたね。結構バンバンやって粉がすごい舞ってきて手が粉まみれみたいな。そうです、黒板に書いたチョークの粉を黒板消しで消して粉をバンバンこうやってましたね。早く寝ないと疲れるよ。私は明日お休みなので、なのでさっきスタバも何ヶ月ぶりに飲んだんですけど、なのでちょっと今日は夜に配信させていただいています。原始人ですいません。でも私もこの黒板消しガンガンやる原始人タイプでしたよ。私何係だったかな。でも生き物係とか、なんか確かウサギとかいて、ウサギとかあの生き物係とか、あとは図書係とか図書委員、なんか図書室の貸し出しの係をやってる時期もあったし、あとは文化祭の実行委員とかやってる時もありましたね。あとは何やってたかな。あ、でも保健係もやったことある気がする。なんか保健室に連れてきますよみたいな、ほとんど仕事がなくて楽だねっていう係とか。放送係になったっけ。でもなんかいろんな係を、いい係とか委員会めっちゃやってました、私。生徒会はやってないですね。リングライト、そうなんです、反射しちゃうんですよ。いろいろしてました。そのなんか前期後期とか1学期2学期3学期とか毎回変わってました。くる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 。何かこう、じゃあ文房具ですぐ分かっちゃうとつまんないので、ちょっと難しそうなやつ、ちょっとどころじゃない、めっちゃ難しい、これ。やばい、ちょっと難しすぎたかも。ちょっとどうしよう、ちょっと難しかった。文房具です。あ、文房具って書いた方が分かりますね。そうなんです、文房具って年々進化してて、あ、お星様が流れた、綺麗、ありがとうございます。なんか文房具すごい進化してますよね。なんか結構私が小学校の時はいろいろ分解できる消しゴムとか流行ってましたね。あれ、待って、ちょっと待って、なん
か違う気がする。あの私の文房具の感じ、バランスが悪いだけかな。ちょっと、ああ、ちょっと待って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 、事故る、事故る、どうしよう。ちょっと待って、めっちゃ斜め、やばい。でも、下に倒れただけだったら、多分スターバックスさんの紙とかがめっちゃあったかも。あと、ファンデとかが置いてあるかも。あ、さっきの書いた紙もめっちゃある。待って、ちょっとでも斜めだな、ごめんなさい、ごめんなさい。待って、本当にごめんなさい。お星様ありがとうございます。ミシンミシン星になってますね。でもタイムは合ってると思います。修正点無用です。待って、ミジンコがつぼ、ミジンコに見えるかも。え、ちょっと事故ってました？ごめんなさい。あの、スターバックスさんのやつとか、筆箱とかがめっちゃありました。え、待って。え、何写ってたかな？大丈夫かな？え、でもすいません、スターバックスさんの なんていうの周りに濡れた水滴を拭いたティッシュとかがめっちゃ置いてあるんですよ。あと、あ、やばい、ここにいろんな紙が置いてある。ちょっとこの辺は写すとまずい。やばい、事故起こってないかな。やばい、ごめんなさい、毎回事故起きてる。ルビーより上手。ルビーはだって10秒で書かなきゃいけなかったので、全部説明してくれる。あの、多分一瞬映ってん？あの茶色いのなんだろうとか、なりそうだなと思って一応説明しております。スターバックスさんの紙とかぐちゃぐちゃでごめんなさい。あと筆箱はキャラクターものなので、ちょっと写していいか分かんないんですけど、キャラクターのものです。そろそろお時間、やばい、54分、嘘、やばい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 ですね、ごめんなさい。スタンドフラフラしやすいんじゃなくて、イヤホンをつなげているので、これを私が手でバーンってやると倒れます。ミシンコがちょっとツボなんですけど、なんか見えた。何見えました？ピンクだったら私のスカートかな。時間やばいですね。みじんご見えちゃいけないものがあって、何見えてました？怖い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 。スマホスタンド使ってますよ。スタンド使ってます。スタンドに丸いあのスマホライトが付属してるやつ使ってます。使ってるんですけど、イヤホンのコードをガンってやっちゃうんですね。何も見えなかった、目つぶってました。でも今ここで映ったとしたら、スカートかピンクのスカートか筆箱か、この辺の紙だと思うんですけど、あとスタバのものが、スターバックスさんの食べた後のカップとか、何映ってたんだろう、怖い。事故った方が面白いとか言わないでください。記憶から消してください。ですよね。何も見てませんよね。そうですよね。でも、お片付けするほど散らかってるわけじゃないんですけど、配信に使うものはバーって並べてあるので、今だとパソコンとかホワイトボードのマーカーとかノートとか、パソコン関係のもの、メイク道具とかがめっちゃ置いてあります。写すとまずいものを近くに置いとかないで。そうですよね。ちょっと写しちゃまずい紙は遠くに置いておきます、今度から。ルビーって丸のイメージ、そうですか？ルビー丸なんですか？
え、やばい、57分だ。ちょっとごめんなさい、コメント飛ばします。壇上読みいきます。13位からですね。13位は JJ あかっこ鎌倉の夫婦さん、いつもありがとうございます。ハリーちゃんです。さっきも来てくださいましたよね、ありがとうございます。12位、茨城のゆきさん、あコメントもいつコメントじゃない返信メールもいつもありがとうございます。花絵ポーズ、これ花絵ポーズなので皆さん覚えてください。11位、タッチンアットニナソさん、あいつもありがとうございます。どうしよう、ちょっとスマホスタンドが下になっちゃって映ってないかな、こんぐらい。ダサンポーズ。11位、先行魔術師さん、あいつもありがとうございます。本当にハートマークです、こっちにしよう、ハート。9位、パンダの帝王さん、いつもありがとうございます。パンダです。本当に皆さんの返信メールは全部読んでます、本当にありがとうございます。世界のマスルさん8位、世界のマスルさんありがとうございます。ちょっと声が枯れてきた指ハートです、ありがとうございます。今何分、58分、やばい、ギリギリ。7位、ウルグスさん、あウルグスさんも返信メール読んでます。皆さん本当に全部読んでます、私ありがとうございます。猫、6位、ヒンジさん、ありがとうございます。ヒンジさんハート。5位、柴田のカズピーさん、ありがとうございます。犬パワン。4位、てっちゃんさん、ありがとうございます。どうしようどうしよう、待って、59分、やばい、急げ。ハート。3位、ライスちゃん、あいつもありがとう。どうしよう、時間がなさそう、ちょっと猫さっきやったかも。2位、赤石さん、赤石さん久しぶりですよね、ちょっと悲しかったです、返信メールとか来なくて、でも覚えてます。どうしよう、ハート。1位、ファントム花江ちゃん、大好き大好き、キャンペーンだけありがとうございます。お化け、お化けです。あやばい、ちょっとバタバタで、あギリギリ間に合った、よかった。ちょっと本当に急いでてギリギリでごめんなさい。え待って、なあと何分あるんだろう、違う、何分じゃない、何秒だ。本当にありがとうございました。あこれは修正テープです、答え合わせしてなかった気がする。